前らは出会います。この先皆様の、そしてこの国の運命と大きく関わっていくこととなる将軍たちと、お手前らの作ったこの三の義兄弟がその戦いの中でまたいくつかの三を形成することとなるでしょう。街で暴れ回る黄金族に不運にも出くわしてしまい、そして捕虜となってしまったのが、わしが出会うべくして出会った天命とも言えるお方、劉備玄徳様じゃ。劉備玄徳様。そしてこの時劉備様と運命的な出会いをしたのが我が家の次女長仙じゃ。何を成したいと強く望むか、それが一番大切なのではありませんか。あんたに初めて会った時に何か感じたのさ。どんな人物たるかを見て知ろうとな。決め申した。私は望みます、あなた様に仕えることを。義兄弟の契りを交わしし三兄弟、同じ日同じ時に我らは死ぬ。かわいい浅沼審判、いい審判と申しまする。どうかこの私も軍の足に加えてくださりませ。洛陽の都の実権を握り、残虐非道の神にも尽くすよ。言葉などいらぬ、血を見れば明らかだ。野心をむき出しにして都に入った董卓を止めようとする者は群雄の一人、提言しかおらなかった。しかしその提言のもとには義の息子である屈強の男欲、董卓を亡き者にする。俺は闇の所業となってもいい。三人の豪傑たちの物語はまたいくつかの三人の戦いを生む。その戦いは男たちだけのものとは限らぬ。この時代を生き戦ったのは女たちもまた同じ。